どうも、こんにちは。沖縄アオババです。はい。今度はパナタンですね。どうですか、パナタンね、さっきね、おやつも,やもらってご機嫌なんでございます。ねあら、ころーんとしましたね。はい。今日のおやつは、久しぶりにチュールをあげました。はーい。えー、最近ね、えー、チュールにもうご飯チュールって言って、総合栄養食のね、チュールができたんで、まあ、そっちを、 ね、えー、あげるようにしてます。でもね、チュールあんまりあげてないんですけどね、実はね。はい、えー、たまにあげてます。はい、えー、皆さんどうも、こんにちは。えー、お食事、ね、猫の食事の、えー、ことなんですけど、まあ、人間の食事のことを、これから話します。はい、どうやらお米の価格ですね、世界的な価格が、なんと、前年比で50%上がり、 値上がりです。はい。取引でね。で、ちなみにね、えー、これかなり前だったと思うんですけど、取り上げました。はい。えー、日本のね、お米のお JA さんの買い取り価格もかなり上がってます。はい。 えー、上がってます。値上がりしてます。日本の米も。はい。えー、60キロ。1票あたりね。えー、1万円だったのが、相場ね。えー、1万1000円から1万2000円。約20%ですね。10%、20%、えー。これね、JA の買い取り価格が値上がりしてます。えー、これ買い取り価格なんで、市場に出てくるのはもっともっと高くなりますよ。わかりますよね。だって、 え60キロ1票で1万円ぐらいの買い取り価格なんですよね、JA さんで。で、市場に出すには、あまあ、我々の手の届くのは、届くの、だいたいね、5キロで1000、だいたい1800円か900円ぐらいでしょう、税込みね。はい、そのぐらいになるんで、えー、まあ、わかりますよね、言いたいこと。はい、倍ぐらいには、倍にはならないか。 はい。とりあえずね、2、30%。はい。まあ、2、30%はお米も上がりそうだということです。これね、あのー、まあ、米問屋さんにもよるんですけど、JA さんがこのぐらいの価格で、そっからね、えー、お米の問屋さんが、まあ、直接農家から買ったりとかあ、JA から買ったりしてるんですけど、世界的に米不足で輸入が増えてるんですよ。はい。お米を食べてる国の輸入が、 20%ほどかな。えー、かなり増えてるんですね。2割ぐらい輸入が、あの、お米をね、食べてる国のね。えー、面白いですよね。自分ところで作ってるんですけど、輸入もしてるんですよね。わかりますよねこの構図。はい。えー、足りないんです。はい。えー、まあ、特にね、えー、皆さん、あの、ニュースで知ってると思うんですけど、C の国なんかね、えー、水田全滅しましたからね、水害で。 食べてるお米の種類はほぼほぼ日本と同じだと考えていいと思います。なので、えー、これ外国に輸出ですね。もう増えてます実は。これもねかなり前ですね、えー。1ヶ月ぐらい前だったかな農業新聞さんが出してて私配信してるんですけど。 日本のお米の輸出30%増えてます。はい。30%も増えてるんですよ。わかりますか皆さん。はい。ということは、国内に、今後ね、お米がどんどん値上がりするんで、多分ね、高く買ってくれる国にね、輸出するんですよ。わかる、わかりますよね。高く買ってくれる国に輸出するんですよ、日本っていうのは。 はい。なので、我々の食べる分がね、どん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 ね、減っていって、え高くなりますよっていう感じですね。今ね、まだねえ、去年のお米がかなり安く買えちゃったりするんで、今のうちにいい備えておくことを私はお勧めしておきます。まあ、新米ぼちぼち出てきてますけどね。 はい。えー、これ今年の冬になったらどういう風になるのかなって感じですね。で、来年になったらお米の値段どうなっちゃうのかなって感じですよね。はい。とりあえずね、えー、沖縄は新米6月にもう出ちゃってるんで、えー、食べてます。美味しかったですよ、沖縄の新米。はい。えー、そういうことで、まあ今年はね、いろいろあのー、干ばつですね。いわゆる、 えー、暑さでね、お米がまあ、できなかったっていう地域も結構出てきてしまったんで、えー、これ白車をかけることになるんじゃないかなと思ってます。はい。皆さんね、あのー、本当今のうちですから、はい、去年のお米がね、まだ出てるうちに、安く出てるうちにね、えー、買っておいた方がいいかと思いますよ。なんて言ってもね、えー、日本からのお米の輸出、はい。 えー、先月か先々月かも配信したんですけど、30%も増えてます。はい。で、お米の価格は値上がりしていて、世界中でお米が取れなくなっていて、輸出制限してますよっていうことです。はい。えー、これもね、配信してます。はい。これも配信してます。インドなんか半分以上も輸出制限してますね。はい。 え、タイでも生産を半分に減らすということで、今ね、えー、前年比、はい、えー、米の価格、世界の米の価格がね、はい、50%も値上がりしているということです。はい。えー、こんな中、日本だけ値上がりしないというわけはございません。はい。お米がね、高くって、もう食べれないってなる前に備蓄しときましょうね。えー、せめてね、 えー、まあ、来年食べる分ぐらいは備蓄しといた方がいいんじゃないかなーって思います。はーい。まあ、そういうことでございます。えー、こちらの記事もね、ぺったんこしときますね。はい、貼っておきます。概要欄の方に。なんて言ってもあの、ブルームバーグですから。はい、えー。そういうことです。まあ、いろいろね、私過去にお米については配信しているので、えー、まあ、興味のある方がいましたらね、えー、 どうぞ探してみてください。ほとんどが日本農業新聞さんからの引用でございます。はい。そういうことです。えー、まあはあ、植えないようにね。我々、植えに、植えないように、はい。頑張りましょう。ということで、沖縄おばばでした。はい。どうですかパナタ。あにゃ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 。かわいいですね。はい。パナタのおてってでちゅー。はーい。ね。